たちょっと疲れたんで読みますね。マイクロ波加熱装置及びこれを用いた画像定着装置についてです。吉門晋三先生によると、マイクロ波は300MHz から 3THz 程度の周波数帯域での電磁波のことです。有電磁気損失を持つ物質にマイクロ波を照射すると、直接的かつ選択的に加熱することができます。本シーズは効率的に均一に物質を加熱可能な装置を提供します。また本シーズはこの装置を用いて、モノクロ及びカラートナーを用いた電子写像の遮断も提供します。本シーズに頼ればハロゲンランプを発生する熱、ヒートローラー、トナーに使用して省エネ機になります。入られます。誘電可能なであります。従来トナーを用いた電子車へのおいて熱源から変化に決定されるウォームアップ時期と決定されています。このマイクロ波を利用することには、ね、熱電のロスのない定着が実現です。課題として装置の省エネルギー対策があります。省エネインピーダンス成功装置になるまで通過する制御の上がりで活用する装置であります。マイクロ波、ミリ波、ディーキー波アンテナについてですが、出口博之先生、辻美京先生によると、一応構造の電波線路であるにもかかわらず、電波路を電送線路から外部に向けて放出しながら電波する、いわゆるディーキー波は周波数を変化させることによって、放射を変化することができます。それよりこの種の導波路を含めてビーム操作可能なアンテナとなります。構造は導波路型のもとで、スタブなんとか開発し、そのなんとかでマイクロスループを基本にした構造のものを開発しています。導波路型のものについては、放射方向が90度の範囲に対して、平面回路型のものは180度の範囲で、ビーム操作することが可能です。マイクロ波、ミリ波を利用した通信やセンシングが盛んになってきており、例えばミリ波を用いた LAN、自動車車載の障害物レーダー、硬波では遮蔽されて見ることができない物体内部に存在する金属探知用イメージング、容器内の内部圧力、ガス、蒸気などで影響される非接触で減速可能するレベルスイッチ、あるいはライフイノベーション取り組みで、一つ障害者の認知機能代謝を応用することが代表的なもので、一応な断面を持つで発生する漏洩については、1990世界に先駆けてアンテナで特異現象を明らかにしたがって、このようなのかなり認知機能を進める。